菊は菊科菊属の植物。ここでは競技の菊、栽培菊について詳述する。日本では日本で観賞用多年層植物として、家園芸で発展した品種群を数菊、西ヨーロッパで育種されて生まれた品種群を洋菊と呼ぶ。日本では秋に全国各地で菊花展が開催される。熊本城、菊花紋章家菊は、 菊か菊属の植物。秋に咲く花であるが、単実性植物で伝承などを用いた作型の文化により、周年供給されている。食用にする、もってのほかなどの品種もある。花言葉は、後期である。鑑賞園芸的には、数菊、生産園芸的には、陽菊が中心に栽培されている。また、切り花としては、温室での伝承栽培で、 周年出荷されている。バラ、カーネーションと共に生産校の多い柿となっている。日本においては、菊は、もともとは、外来種であり、薬草や干渉用植物として、中国から伝来した。平安時代に用いられ始めて、宮中では、菊の石区とも呼ばれる朝陽の石区が、明治時代まで行われ、現在でも、皇室園遊会として行われている。日本で、 菊の栽培が盛んになったのは、栽培のプロセスが冬に目を取り、春に植え、夏に成長させ、秋に干渉するといった具合で、稲の栽培と類似していることが影響しているとの説もある。現在では各地に愛好会ができる一方で、秋に物品への異常として用いられることも多く、鎌倉時代に、言葉上皇が身の回りのものに施したことにより天皇を呼び、 皇室の門となったと言われ、鎌倉時代には、薪絵や衣装の文様として流行した。日本の南北朝時代以降には、天皇より歌しされることにより、公家や武家の間で家門として使用されるようになった。江戸時代には、品種改良が行われた。世界的には、フランス、ポーランド、クロアチア等の一部のヨーロッパ諸国において、白菊が防賛に用いられ、中国、 韓国でも葬儀の際に菊が用いられることが多い。日本でも古くから仏花や喧嘩として菊が使用されてきた。菊の花びらが放射状に並んだ形状に由来する慣習的な呼び名があり、アンモナイトの化石を菊石と呼ぶほか、また陶芸や蕎麦打ちでの材料の練り方に菊練りがある。中国で菊は古くから文献に現れるが、これらは 自生種の廃島管理クなどを指すと考えられる。栽培菊は朝鮮の菊と廃島管理クの雑種として、5、6世紀頃に現れたらしく、東大に入って盛んに栽培、干渉された。壮大には、竜毛が菊部を出版し、多数の園芸品種が育成されていたことが知られる。50円硬貨の表には、菊がデザインされている。日本には、 タンポポなど多くの農菊が自生するが、家菊、栽培菊は日本になかった。万葉集には157種の植物が登場するが、菊を読んだ歌は一種もなく、飛鳥時代、奈良時代の日本に菊がなかったことを暗示する。中国から奈良時代末か、平安時代初めに導入されたと推定される。平安時代に入り、古今和歌集あたりから、盛んに歌にも読まれるようになった。 和名類受賞巻二重、草類における菊の和名を表記として、下派両とも毛儀が記されている。春の桜に対して、日本の秋を象徴する花となるが、それが、決定的になったのは、鎌倉時代の初め、後鳥羽上皇が菊の花の衣装を好み、菊門を皇室の家門とした頃からである。また、平安時代に、藤原から改名した九州の豪族菊池氏も家門に、 きっかもしくは、菊くを使用している。育種が一気に展開したのは、江戸時代から、特に、元禄期以降である。聖徳頃からは、菊合わせと呼ばれる新花の品評がしばしば行われた。江戸、伊勢、京都、熊本などで、それぞれ独自の品種群、系統が生じた。三段仕立てなどの仕立ての様式や、その端正の仕方なども発達し、菊花壇、菊人形など、 様々に仕立てられた菊が鑑賞された。これらは江戸時代から明治、大正時代にかけて日本独自の発展をした古典園芸植物の一つとして現在では古典菊と呼ばれている。全般に花形の変化が極めて顕著であるのが特徴で、その中でも江戸菊は先染めから先終わりまでの間に花弁が様々に動いて形を変化していく様を鑑賞する。 このように発展した日本の菊は幕末には本家の中国に逆輸入され中国の菊事情を一変させた。明治時代になると花形の変化よりも大輪を求める傾向が強まり次第に大菊が盛んになった。花形としては厚物、乾物、大塚美、一文字などに収束し花の直径が30センチメートルに達する品種も現れた。 この傾向は菊を日本の象徴として見る思想と関係していると思われ戦後にまで続いている。2017年農研機構はサントリーと共同でカンパニュラチョウ豆の遺伝子を用いて世界初の青い菊を作出した。ヨーロッパへは1789年に中国から菊がもたらされたがなかなか人気が出なかった。1860年に 幕末の日本を訪れたイギリス人のロバート・フォーチュンが翌1861年に様々な品種を本国に送ったことで流行に火がついた。以後イギリスを中心にヨーロッパでも菊の育種が盛んになった。特にイギリスでは最後のフローリスツ・フラワーの一つとなった。このように日本美術が西欧美術に多大な影響を与えたのと同じく 菊をはじめとする日本の園芸植物もまた、西欧の園芸育種に大きな影響を与えたと言われている。その後西欧では、切り花用や、集計用など、生産園芸分野での育種が進み、スプレー菊などが生まれている。大菊大菊厚物大菊幹物小菊用菊、実の菊食用菊花の直径は20センチメートル前後、一枝に対し一輪だけ残して、 周りのつぼみを適来する。三本地て、だるま作り、福助作りなどにして楽しむ。仏花などに使用される一般的な実用芸や洋菊などが含まれる。他、江戸時代から続く古典菊もこの区分に入れられる。花の直径が1トルから3つぼみは適来しない。県外地てや菊人形などにする。 花の直径が6センチメートルから3センチメートルくらい。つぼみは適来しない。ハウス栽培切り花として生産され、仏花などの用途で周年供給される。スプレーとは先が分かれた枝との意味で小枝の先に多数の花をつける。いわゆる西洋菊で鉢植えで秋頃に出回る。ワイカ材で成長が抑制され、背丈が揃えられている。 普及したのは1950年代にアメリカ合衆国のヨーダーブラザーズによって発売され、1968年に日本国内でも販売開始された。1970年後半以降より販売数が減少したが、1990年頃に新しいパテントが普及され、キリンビールの子会社でキリンマムから発売され、各種病害社では現在も需要が多い。 サラシナホリの代わりそば、菊切れ、山形県内各地、青森県八戸平市など、東北地方、新潟県の中越から下越などで栽培されている。花を食用にするもので、刺身の妻として見かけることも多い。花びらの実を食用とする。独特の甘みがあり、茹でてお浸しにしたり、酢の物やくるみあえ、天ぷらや吸い物に用いられたりする。また、干した。 加工品の四菊が作られる。春は秋。主な品種に、松並暗房具、桃紫色の花を咲かせる、延命落がある。菊には、大菊、中菊、小菊の三つの区分があるが、下手に使用するのは主に大菊である。展示された三段下手の菊三本下手最も代表的な下手方目の先を適心して一本の苗から三本の即死を伸ばし、 地中でそれを支える。直立させた三本の枝に一輪ずつ花をつける。一番高い枝が天と言い,い、三本の真ん中後ろの枝をそれにする。残りの二本が地、人という。背の高さは天、地、人である。蜂は八号から十号のものが使用される。丸っこい姿からこの名がついた。三本地と手の小さいもので、蜂は七号鉢。 剣の高さを6 0トルから6 5トル以下に収まるのが条件。ワイカ材を使用する。ずっしりした姿からこの名がついた。鉢の直径より葉の幅を大きくし、一輪咲かせる。五合鉢に植え、ワイカ材を使用する。剣外用の小菊を前年秋の差し目したものを、摘心を繰り返し、形を作る。かまぼこ状に隙間なく花をつけるのには、 技術が必要。大きいものから60センチメートルほどの小さなものもある。低花断点千輪先秋に刺し目をしたものをひたすら適心し、一パチで直径3メートルから4メートルほどの半球状に花が隙間なく、かつ規則正しく並べ咲かせる。日本で皇室の象徴、またしばしば日本そのものの象徴とされる。低花の植物は、 皮脂植物の中では最も繁栄しているものの一つで、世界中に2万種以上が自生している。日本における和名、通称では多くが菊と呼ばれる。日本には350種ほどが自生し、菊科植物は150種がある。そのうち、単に菊、野菊と呼ばれるものは以下のものがある。野菊日本国外など、ありがとうございます。